僕だってやるんだからね。
カルナシング。カルこそこの力で琥珀を守る。大丈夫かカル、顔が真っ青だぞ。平気だ、少しガスを吸い込んだだけ。うわー、生きているなシング、今助けてやるぞ。来ちゃダメだ、こっちはガスが充満してる。ならばなおさらだ、すぐに全員引き上げる。ダメ、時間がないわ。あなたたちは予定のコースを先に進めろよ。こっちのことは心配無用だ、河口の底で合流しよう。カルさん、今はその策が最善です。彼らを信じて先に進みましょう。そうそう、あいつらこの程度で死ぬような弾じゃないって。なんだよその言い方、そっちが困った時には助けてやんないぞ。シング、どちらの隊が先にボルガジョーズを見つけるか競争だぞ。ああ、負けた方は罰として。ペリドットと一緒に大聖堂の床磨き10ヶ月。うおーい、どのみち私は罰確定かよ。しかもさらに増えてるし。死ぬなよカル。我々の腐れ縁がこの程度で切れるはずはない。そうだろシング。もちろんさ、床磨き10ヶ月、忘れるなよ。さあ、俺たちも河口を目指そう。ここが河口の底？彼たちはまだみたいだ。ボルガジョーズとやらの姿も見えねえな。お留守なのかな。じゃあしょうがない、ここはおとなしく帰ってやるか。どうやらご在宅のようですわね。すごく怒ってるみたい。そりゃ無断で住処に上がり込んだんだもの、相当おかむりのようね。帝国、溶岩に注意せよ。落下すれば相馬の防御力すら無意味だ。上等じゃねえか、燃えてきたぜ。カル、早く来いよ。熱
熱すぎる。これは痩せる、痩せるぜ。女性は多少肉付きのいい方が母性を感じて良いと思うがな。あん？もしかして私のこと口説こうとか思ってる？それはつまり自分のことを肉付きがいいと認めるということか。違う！同じ肉付きでも私のは鍛えられた筋肉なの。ここんとこ間違えないでよね。お前たち無駄口は構わんが、俺が上手の気配を見逃したら承知しないぞ。飛行相馬などという危険の目は潰させてもらうぞ。この声はカル様、後ろです。インカローズだと？貴様はグースで倒したはず。いいや、お前たちが倒したのは私の体の一つに過ぎない。インカローズが二人？いいや、それも違うな。お前は予想通りの動きだな。よく噛み締めるがいい。策にはめられる屈辱をな。チームワークとはこういうものだ。バカな、インカローズが3人。私は一つのスピリアで7つの機体を制御する実験型守護騎士。長きにわたる戦いで稼働可能な機体も今やこの3体のみになってしまったが、脆弱な肉塊に過ぎぬセルレイドを始末するには十分だ。インカローズ貴様！
人で私を止められる。ゴミ。のセルレイド、我々2体で互角か。ならば私も団長の戦い邪魔はさせないよ。抜けん。知らなかったのか、チームワークとはこういうものさ。貴様ら、4番機もやられたか。やるな、決勝騎士。だがこれでどうだ。セルレイドごときがよくも。ペリドット、愚かな人間はスピリアに振り回され、こうもたやすく冷静さを失う。もう誰も手助けはしてくれない。貴様らの相手など私一人で十分だ。少子、貴様らごときが特殊エボルブを果たせるとは思えぬ。人間ごときが我ら機械人を相手に戦おうなど。人間の力をなめるな。避けろ。あの体でソーマを使うとは、やはり危険の目は確実に潰させてもらう。ここで死ね。この手で始末するべきだが、やむを得まい。今助けてやる。二人ともそこを動くな。動けないよ、あいつに。
腹のお肉をこっそり持っていかれちゃって、さあ、こんなことならダイエットなんてするんじゃなかった。申し訳ありません、カル様。我々はここで少し休んでいきます。カル様は先に進んでください。シングたちとの競争に負けてしまいます。黙れバカ者、競争なんてどうでもいい。心配するな、そんな傷すぐに治るさ。床磨きだって僕が一緒にしてやる。くそ、こんな溶岩がなんだ。決勝騎士として相馬を受けた時より覚悟はできております。我々などに構わず、なすべきことをしてください、カル様。あなたが進まねば、世界は滅んでしまうのです。そうそう、パライバ様との宇宙もかかってんだ。とっとと行けっての。うるさい、うるさい。お前たちの意見なんか聞いてない。助けてやるって言ってるだろう。黙れクソガキ、たまには姉ちゃんの言うこと聞けよ。姉ちゃんのことはいいから早く行きなよ。どうやら出血で意識が朦朧としているようです。死んだ弟のことか。言うことを聞かないのはあんたを助けられなかった姉ちゃんを恨んでるから。ごめんね、あんたがあんなに苦しんでたのに。お金なくてお医者呼んであげられなかった。お金を盗んで踊った時にはあんたはもう冷たくなってた。恨まれて当然だよね。そんなはずはない。お前の弟が、いや、この僕が姉上を恨むはずなんかない。姉上がいつも僕を見守っててくれたこと、僕ちゃんと分かってたよ。本当だったらいい子だから姉ちゃんの言うことを聞いて先に言ってよ。できるよね。あんたは姉ちゃんの自慢の弟、強い男の子なんだから。さあ、兄さんからも頼む。お前は姉さんを泣かすような弟じゃないよな。わかった、僕は行くよ。兄上、姉上を頼むよ。僕は誰よりも兄上を信じているからね。ああ、任せろ。姉上、兄上だってさ、私の弟は鼻ほじりながら姉ちゃんって呼んでたのに、やっぱ体調はお上品だよね。よくカル様を説得してくれた。礼を言うぞ、ペリドット。まったく、うちの体調は手がかかるよ。しっかりしろよな。もう私は弟が死ぬとこなんか痛くないんだ。だからこれでいいんだよね、兄ちゃん。あ、立派な姉ちゃんだ。お前のような妹を持って
兄ちゃんも嬉しいぞ。